皆さんこんにちは。神の神チャンネルへようこそ。湘南美容クリニック AGA 新宿院院長のドクター笠井です。はい、皆さん今日はですね、遠隔診療、スマートフォンですね、スマートフォンを用いた遠隔診療、こうやってですね、見ながらテレビ電話で診察が受けられる、そして、自宅にですね、問題がなければお薬を郵送できるという遠隔診療の風景ですね、実際どんな感じなのか、まあ、この症例、簡単な症例で全く問題ないので、今まで続けていたお薬を送ってほしいということなんですね。遠隔診療は、初診は、まあ、の厚生労働省の、指針でダメなんです。最新からです。特に、まあ、問題がない方で薬を続けていきたいという方は、ぜひ利用してみたらいいと思いますので、ちょっと見てみてください。はい、お待たせしました。見えますかね、聞こえますか。はい、1年前からお薬を増やしたんでしたよね。どうですかね、今これを2錠ですかね。で、これを2錠で、これを1錠、去年からこれを2錠に増やしましたけど、何か増やしてみて困ったなとか、あるいは良かったなとか、変化とか何かあります？はい、一応悪くなるのが止まってるというか、ちょっと、まあ、増やして少し効果があるかなって感じですかね。はい、分かりました。じゃあどうしましょうかね、そのまま同じ量でいきますかね、しばらく。はい、他に何か困ったこととか相談したいことっていうのはあります？はい、なるほど、そこが一番ですね。そうすると、今塗り薬はどうしてましたっけ。やってないですかね。まあ、つむじのところというのは、外用薬がいいので、まあ、もしよかったら1本でも買って、ここにですね、少しでも1日2回って言われてますけど、ちょっとでも1日1回でもやるといいので、この、インターネットですね、ネット診療で割引もありますので、よかったら買ってみたらいいと思います。ヘアルネッサンススプレーというもので、フィナステライドとミノキシジルが入っているというのが他のお薬と違うところで、後でカウンセラーにちょっと説明させますね。じゃあ、以前ね、多分使われたことあると思うので、あと他には大丈夫ですか。はい、じゃあもしまた心配な時はいつでも来ていただいて、対面で診察しますので、変化がない限りはこういう形でね、郵送させていただきますね。はい、どうですかね、遠隔診療、見ていただいたでしょうか。例えば遠方にお住まいの方でお薬を飲んでいて、排尿はですね、このところが良くならないので植毛したいという方なんかもですね、ぜひまずはこの遠隔診療で診察していただいて、で実際に来ていただいて、もうその場で手術ということも可能ですので、ワンデー植毛というのがあります。よかったら、ホームページ見てみてくださいね。神の神チャンネル、チャンネル登録お願いします。